この放送は憎しみレコーズからお送りしております。プライベートガーセックスラジオ第3回でございます。今日は2020年12月26日の土曜日でございます。いやーもうね、師走舐めてました。大変ですね。やっとクリスマスもう終わって、いよいよ年末に差し掛かっております。このあたりね、本当世の中の、父ちゃん母ちゃんね、子を持つ親の方、お疲れ様でございましたね。他の人もみんな、まあ何かと忙しいでございますね。大変でした。近況、この今かかってるのは、今月12月6日にリリースしました、憎しみレコーズから、ケイ・クマガワのニューアルバム、2020年唯一の、アルバム、プライベートカーセックスから、アダムスキーをお送りしております。ツイッター、それからウェブサイトの方で、このアルバムプライベートカーセックスの通信販売を行っておりまして、ご注文いただきました皆様、本当にありがとうございます。で引き続き、よろしくお願いしたいと、ぜひ、いいものができたと自負しております。よろしくお願いします。2020年、おそらくこれ最後の放送ということになるので、総括的なものだったりっていうのをお話しようかなと思ってるんですけどいやーもう寒いのがね、続いて、まあ今年はね、とにかくコロナ、以前以後若津年っていうんで、まあ大変なものですね。コロナウイルス COVID-19 というものがどうこうというよりも、どちらかというといわゆるコロナ禍と呼ばれる、これはもうね、人間を含めての、以前以後、コロナ禍以前以後、になっていくんでしょう。音源もね、今年ライブもたくさん中止になったっすけども、音源もね、そもそも2020年はね、俺も今年作るつもりだった音源というのが計画はあっていて、で結局それは1枚もできなくて、でこの12月になって急遽全く、予定していなかったこのプライベートカーセックスというアルバムを作りましたが、もともとはね、ケイ・クマガワのウェブサイトなんかのディスコグラフィーを見ていただくとわかるんですけど、一番最初に作った、ちょっと見てみよう。なんだっけ、ディスコグラフィーのページを見ると、まあ、ずらっと今まで作った音源が並んでるんですけど、一番最初が、2013年9月か、に、EP1 としてサニーというものを作りました。13年、でサニーっていうものを作って、そこからずっとね、この EP のシリーズ、 EP っていうのはまあね、昔その音源がレコード、アナログ版が普及していた、一番普及していた時代にはこの EP っていうものがたくさん出ていて、いろんな性質があるんでね、 EP とはこれであるっていうのは、まあまたいろいろ意味も変わってくるんだとは思うんですけども、私の場合はそのね、シングル以上アルバム未満、ミニアルバム、まあ響きもよろしいかなっていうんで、この EP のシリーズを EP1 から、EP2 が、ペインキラー、 EP3 ディスマシーンキルズヒッピーズ EP、
それからいろいろね、ライブ版作ったりシングル作ったりアルバムがあったりしながら、進んでまいりまして、この EP のシリーズっていうのがね、2019年に出した EP6、ベテルギウスの許しっていう EP を最後に、 EP っていう冠をつけたものを作っておりませんで、これはちょっと考えるところあってそうしてるんですけど、でその続きのね EP7 にあたるもの、それから EP8 にあたるもの、それぞれを本当は2020年今年に出す、腹積もりにしておったんですけども、まあね、いろいろあって、延期なのかなこれはね。何しろこのコロナというものにきちんと反応したものをまず作らねばっていうんでね、今消しちゃったんだけど YouTube の方でもこう日々生存報告としてね、緊急事態宣言の最中家で歌っている歌をアップしたりとかっていうことをまあやってたんですけども、でね、音源は今回のプライベートカーセックスまで出さずにいて、なのでこれをね、来年2021年からまた、来年はね、私ことでございますけども、ケイクマガワ10周年でございますんで、音源をたくさん作りたい、作ることが目的ではないんだけども、そうだね、たくさん作りゃいいってもんでもないしね、ただ今回ね、やっぱりその、ね、手前味噌ですけども、プライベートカーセックスを作ったことによっていろいろね、どういうふうに撮ればいいのかがすごく以前よりも自分の中でね方法論ができたので、これをもって来年の音源作りに生かしたいと楽しみにしているんです。なのでね、来年はまず EP7 を作って、それから EP8 の準備をします。で10周年もあるんで、いろいろねやるべく、まずはね、ただいま絶賛通信販売行っております。プライベートカーセックスよろしくお願いします。自分自身もね、今年はやっぱりいろいろ変化がありまして、でまあもちろん変わったこと、それから変わらなかったこと、変わらなかったことはすごく大事ですね、やっぱり。だからね、今日もこれプライベートカーセックスラジオやるって何をお話しようかってね、日々ちょっとした時間にね、思いついたことなんかをメモを取ったりなんかもするんですけど、でね、いろいろこうそれぞれ人の事情、それぞれの生き方、それぞれの考え方、誰かがそれに対してこうすべきだというと、ね、自分と違うものを間違っているというとっていうようなことについてちょっと話したいと思って、だいぶ長いメモも書いたんですけど、もうね、年も変わるし、それはもう今年に置いていきましょう皆さんね。戦争やってるっていうのはちょっとね、今年に置いていければ、みんなでね置いていければと思っております。いろいろね、今年は大変だったんだと思いますよ、やっぱりみんな。なのでね、生き残ってラッキー、楽しんでいきたいと思っております。あざす、ケイグマです。こんな感じで、またね、年末年始少しね時間が取れそうなので、またね、年が明けましたら、年始のご挨拶としてね、ちょっと曜日は土曜日になる前に次の放送ができるんじゃないかと思っております。そういう感じで、とりあえず皆様ね、今年1年会って話した人たち、
ありがとうございました。大変お世話になりました。はい、生き延びさせていただきました。皆様良いお年をお迎えください。K 球磨川でございました。ありがとうございます。風の音で目が覚めた。真っ黒い夜の夢を見た。車の中で悪魔をやり過ごす夜。窓の外街中輪郭線。